にありがとうございます。大変お待たせをいたしました。お約束のお時間でございますので、これより始めさせていただきます。皆様、進化する佐野、より良い佐野にするためには、今どうしても金子豊の力が必要であります。11日に新しく佐野市新市長金子豊を誕生させると私は確信しております。そのために11日までどうか皆様、お一人一人全力で金子豊をご支援応援をよろしくお願いします。今コロナ禍ということで、さまざまな集会は工夫を凝らして、感染防止対策を、取っているところでありますが、早劇大会、私もいろんな早劇大会これまでも出たことありますが、早劇大会を屋外でやるというのは初めての経験でありまして、雨が降ったらどうするんだろうかな、心配したんですけれど、天気の方も金子豊さんに味方しているようであります。金子さんと最初に会ったのは、金子さんが市会議員に当選して間もなくでありますから、まだ28歳の時でした。髪の毛ももう少しですね、多い量でありまして、非常に若いな、そういったことを感じたんですが、そんな印象を持っているうちに市議会議員を4期経験し、そして県議会議員も4期経験する、58歳、まさに油の乗った、そして地域のリーダーとして市民を引っ張っていくのにふさわしい経験、実力を積んできたな、そんなふうに感じているところであります。本当に頼もしく思っています。この佐野市も一昨年台風19号大きな被害が出て、まだその爪痕が残っている。そういった災害からの復旧復興、より良い復興というのを進めていかなければならない。同時にこういった自然災害、またいつやってくるかも分かりません。災害に強い町づくり、こういったものにも先頭にも立ってほしいと思ってます。そしてこの地域を支えていくのは次の世代の子どもたちであります。この次世代への責任、まさに金子さんのキャッチフレーズに表れているように、次の世代を担っていく子どもたち、若者に対する支援を充実して、この町に生まれてよかった、この町に育ってよかった、この町で頑張ってみたい、そんな佐野市、選ばれる佐野市を金子豊さんのもとで作っていきたい、そんなふうに思ってますが、皆さんいかがでしょうか。ありがとうございます。おらが町のこの佐野をもっと良くしたいんだという思いで、厳しいこの首長選、市長選に臨んでおります。大変厳しいです。でも未来のことを考えているからこそ決断したんです。金子豊候補に、候補予定者に皆さんでパワーを与えてください。それが一番大事だと思います。どうか厳しい選挙戦でございますが、この佐野を良くするため、子どもたちに未来を託するため、良い教育をしていき、誰もが幸せを感じる町にするために、どうぞどうぞ厳しい選挙一緒に戦ってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。金子豊は何としても一緒にしたい、こんな団体の皆さん方が今日まで戦ってまいりました。皆さんをニュー佐野市へと導きます。後援会の皆さん、最後の最後までご支援をいただき、金子豊市長選立候補予定者をぜひよろしくお願いを申し上げ、前線検討をお祈り申し上げ、挨拶といたします。よろしくお願いをいたします。
それではここでご来賓の皆様のご紹介をさせていただきます。県議会議員の先生方、そして元県議会をお務めいただきました方々、そして市議会の皆様方の順にご紹介をさせていただきます。金子豊さんに、ね、この私の高齢者を守る動きをしていただきたいということで応援をしている次第でございます。それでは続きまして決意表明。その30年間で学んだものは人とのつながりであります。この人とのつながり、そして私が経験をさせたものをしっかりとこの姿勢の中で作り上げる、その時が私は今だというふうに思っております。そして責任世代として、責任世代として皆さんと共に政権の交代をさせていただいて、新たな佐野市を作らせてください。お願いを申し上げます。